太郎観光ホテルは岩手県宮古市太郎にある建築物。かつてホテルとして営業していたが2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波で被災、損壊した後津波の脅威を伝えるための震災遺構として整備された。建物は1986年に建てられた6階建て。1階から3階までが津波被害に遭い。 1>, 1階と2階は、フロア全体が抜け落ち鉄骨が剥き出しとなった。4階以上はほぼ当初の状態で残っている。2013年10月19日、復興調整無関である小泉慎次郎は、太郎観光ホテルを地元の理解があって残す意味があるとし、復興交付近での保存を検討する意向を示した。同年11月29日、復興庁は、 太郎観光ホテルを震災遺構として国費で支援することを発表。ホテルの保存に必要な工事費2億1000万円を負担することとした。2014年3月、宮古市はホテル側から土地を買い取り、建物の無償譲渡を受けた。2016年4月1日より震災遺構として一般公開が開始された。宮古観光文化交流協会が実施する。 ガイドツアーで内部の見学が可能である。ホテルの事業者は、その後、付近の高台に移転新築し、なぎさ定だをと名称を改めて2015年4月に営業を再開した。ありがとうございます。